すんちゃんです。ゆかすん夫婦です。今日もまた皆さんの恋愛のお悩みについて話していこうと思います。はい、それでは早速いきますか。はい、もう今日のねお悩みは韓国の方なのですんちゃんに読んでもらおうかな。あ、わかりました。이름이정확히어떻게되는지나이는몇살인지학생인지남자친구는있는지물어보고싶은거투성이고그녀에대해알고싶은것투성이지만방법을모르겠습니다어떻게든연락처도알아내고싶지만일본알바문화특히패스트푸드점이기에단도직입적으로연락처를물어보기도어려울것같습니다게다가마감을마치고나올때까지밖에서기다리다가물어보기가뭔가스토커같은느낌이들것같아 선뜻하기힘든상황입니다쪽지에제번호라도적어혹시괜찮다면남자친구가없다면연락이라도달라고해야할까요안녕하세요저는일본어에이この子ね사연많이보내본것같아야복붙인데복붙 저이제에프로로그だったんでしょ今までの すごい안녕하세요저는일본에서어학연수중인25살남자사람입니다좋아하는일본여자가있는데고민이있어사연을보냅니다프롤로그야원더니 제가좋아하는그녀는땡땡리아알바생입니다처음그곳에서공부를하기위해갔습니다하지만주문을받는그녀의모습에반해버리고말았습니다귀여운목소리로店内でお召し上がりですか?라고물어보는모습부터실수로카드를뽑지않아すいません이라고살짝웃으며사과하는그모습까지하지만그때바로첫눈에반했다거나하는것은아니었습니다그저귀엽네이정도하지만어쩌다보니공부를하기위해매일그곳에가게되었고그녀가알바를하는날이면공교롭게도제주문은항상그녀의목이었습니다그녀는서서히제마음에들어오기시작했습니다기이나르라는표현이좋을까요아니면고코로가소메라레타라는표현이어쩌면더좋을지도모르겠네요야왜드려 이후로저는매일학원이끝나면마감시간까지그곳에서공부를하다오기시작했습니다언제부터인지는모르겠지만그녀가한마디할때마다카드를받기위해두손을내밀때마다너무두근거립니다혹시라도제가공부하는2층에마감청소를하러올라오면하루가기분좋게끝나고1층에서청소를하는날이면힘이빠지다가도돌아갈때아리가토고자이마시타라는말한마디를들으면다시기운이나기도합니다게다가하루라도나오지않는날이있으면그만둔게아닐까걱정되기까지할정도입니다심지어오늘은매일안경을쓰다가오늘은렌즈를꼈는데심장이멎는줄알았습니다안경벗은걸아는척할까말까주문하는그짧은순간에도수십번을고민하다결국말을걸지못하였습니다주문하는손님은저밖에없었지만주변의종업원들이신경쓰이더라고요결국저는그얼굴이머리에아른거려제대로공부를하지못했습니다심지어제가느낄정도로얼굴이빨개지더라고요하지만제가그녀에게대해아는것은이름표에적힌성분아무것도없습니다고구마데ですけど막見たらもうストーカーですね違うストーカーじゃないけどすごいねなんか表現方法がすごい豊かだねなんかいいと思いますすごいピュアですね俺みたいんだね俺もこういう経験ありますからね本当好きだよでもね好きだよこれねなんていうかね2つかだから2つに見えるのそうやって普通にピュアに見えるか本当にオタクストコに見えるかだから気をつけた方がいいよこういう行く感じを確かに確かになんかね例えばね、ロッテリアまあこの男を振りにするねいらっしゃいませ店内でお召し上がりですかはいダメ揺れちゃダメ揺れちゃダメ分かったまあまあこういう感じかいらっしゃいませはいいや一緒だからねこういう顔はねこういう感じになるの確かにどうだでもさっきさアイディア出してたじゃんなんかメモ用紙にもし彼氏がいなかったら連絡ください
みたいな感じで出そうかなって言ってたけど、それいいと思うよ。逆になんかそれしか今できることって、いやだからそれもいけたらいいんだけどね、それ渡す感じもちょっと変だったらダメじゃ、だから、あ、まあね、あのもう終わっててさ、待ってちゃダメだよねダメだからさ、そういうのダメだね。だからそうだね、それはちょっと、いや、この厳しいかもしれない。この2、3と、まあみんなそうと思うよ、男はこういう経験あるしさ。あ、なんかこう憧れの子みたいな。そうそう。なんかすごい、もちろんってことだから、いやすごいいい時期だねと思うし、いやなんか逆に羨ましいなと男もあるし、でもすとこだよお前は。すごい女の子の女の子、幸せ者のものだなって思う。こんなに思ってくれる人がいて、なんか自分のことを気にして、なんかどうやって話しかけようかなとかってもう一日中考えてるわけじゃん。そういう男性の方がいるってすごいことだよね。え、嬉しいやんな。そうそう、うん、なんだろう、話しかける方法だけ間違わなければ、そう、俺みたいにならないでとてもいいと思います。そうそうそう、まあ私は冗談ですとこって言うけど、うん、そうやって見えないでほしいってことなの。そうだね、うん、なんかね、たまにすごい好きな感じで見てるけど、うん、やっぱ相手はこういう感じで見えるのねまあその子のタイプにもよるよね。いや、まずね、まだ分かんないしさ、その相手の状況も全然分かんないから、うん、まず名前と LINE が大事だね。そうだ ね、 ね、まあ付き合うとかそういう好きを告白する前の、そうだ ね、 ね、友達になるっていう、そう、最初はもう友達だね。まあ私が、まあここはあの前100パー日本人と会う、それあーかやってね、かこちらこちらあ、そうそうそう、やってね、まあまあでもメモの前に何かした方がいい。例えばね、うん、もしね、私やったら、うん、勉強終わって2階に掃除しに来るじゃん。その時、あ、2人だけだったら、あ、お疲れ様ですとかさ、1階、いいと思う、今日お仕事を大丈夫だったんですか、忙しかったんですねって言って、あ、で女の子も優しいんだから絶対ね、あ、そうですね、今日もね、そうですね、忙しかったですね、私結構ここで勉強もしてるしいつも見てるんですけど、いや、なんかいい機会があったら一緒に、機会な、なんか一緒にコーヒーとかも飲みに行きたいんですねとか、それはどうかな、それ一か八かなんですけどどうしようそれはちょっと無理。いや、だからそれ、あ、はーみたいな感じだった、なんかすぐ来る感じ、そうそうそう、あ、そっか、え、コーヒー、え、いきなりみたいな。じゃあほな、どうしたらいい、なんか挨拶とかした方が一番いいんじゃない。なんかいつでも会っても、ね、あ、あ、こんにちは、なんか知り合い感じで、そうだね、あ、うん、明るく挨拶して、あ、なんか頑張ってくださいみたいな感じで、頑張ってください、今日もって言って、たまになんかちょっと健康費とかさ、 あげたりとか、いいと思う、うん、そう、差し入れいいと思う、うん、あ、なんかね、今日2つ買ったら1つおまけなの、それ韓国だけかな、どうかな、日本にあったらじゃあまあまあまあ、その手を使ってね、え、あ、私の買うのだけどなんか 50% オフだから1個買いましたへへ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 。いや、でもね、偶然に会うのも一番いいかな、俺は。え、どういうの？例えば、仕事終わるときにさ、怖い、怖い、違う違う違う、そういう、そういうのじゃなくて、なんか、私は、だって偶然に見せかけてるじゃん、だから、偶然のフリにすんのバレるバレる、いつもなんか、自販機で入れる感じでさ、まあ、何時間でもね、入れてさ出てくるときは見えますか。偶然に見せかけてさ、それあってさ、本当に来た時にさ、びっくりしすぎてパワーってとかやっちゃうじゃん、それ。いや、でもでも、それも可愛いと思う。え、一か八かだって、それ本当可愛いに転がるか、怖いに転がるか、だから、うん、もし偶然に会ったら、すごい一番いいんじゃない。確かに、しかももうきっと彼女のあのルーティン知ってるでしょ、時間帯。いや、もう全部書いてるメモに、ね、だから11、10分からは歯磨き10時15分にガグル、ガグルは20秒だけするんだOK とかなんか、そう、だから彼女が早く上がる日とか何時にこう上がるとかを、まあ、もし知ってるのであれば、早く上がる日に
自分もちょっと早く勉強を終えて、あ、いいんじゃない、それも、そういう風にコーヒー、あ、さっきコーヒー買ったんだけど2個買っちゃった、なんで2個かなんかおまけでついてきたからよかったらどうですかみたいな、みたいな感じでやっていいんじゃない、それでも。だからこうやって最初に行くのが一番難しいね。難しいね。なんかそう、なんていうか、その今の男がどれぐらいなんかアビリティがあるか分かんないから、アビリティまずは挨拶からで差し入れで、その後ちょっと様子見ていけそうだったらメモっていう感じにしましょうか。まあいいと思います、うん、それが一番純粋で、そうそうそう、怖くないし、全然怖くないし、女の子もなんか差し入れもらって、ね、気分悪い人なんていないし、うん、からそれでちょっと頑張ってみましょう。もし進展があったらまた教えてください。ありがとうございます。ありがとうございます。はいはい、それでは、はい、それでは今日も最後まで見ていただいてありがとうございました。ありがとうございます。また、お悩みとかあったらいつものように送ってください。はい、それではインスタグラムとツイートのフォローとチャンネル登録もお願いします。お願いします、はい、次の動画で会いましょう。Hey! Bye-bye.